工藤セシリアは日本のピアニスト、フランスリール生まれ、音楽家三代目、本名、工藤優衣、セシリア。日本人としては少ないドビュッシーピアノ奏者。また、西洋近現代会が特に後期印象派の影響を受けており、自身のピアノ演奏においても印象派の作品群のイメージが反映されていると語っている。4歳よりピアノをはじめ、 1999年により、パリ国立地方音楽院にて、J.M. コテ夫妻に、パリエコールノルマル音楽院にて、L. ベルリンスカイアに指示。B. リグット、J. ルビエ、B. ベルマン、A. コンタルスキー、G. ケルヌ、エスペルティカローリ、A. ナセトキン、スミカズコに指示。幼少の頃より、フランス国内にて、スタインウェイコンクールやフランス音楽国際コンクール。 ダリウスミヨーコンクール等多くのコンクールに参加、最優秀賞、優秀賞を受賞している。2009年には、フランスのラジオ番組、若い演奏者たちに出演。2010年のサンテミリオン音楽祭では、ソルティールイヌ・ギ議論で氏に、チェチーリアのピアノは、気品があり、優雅さにあふれていた、と評された。2012年から2014年、ピアノトリオ、ラミーのメンバーとして、 日本ツアーに参加。2013年に、ジップ、工藤茂則と共演したステージが、関係者の耳に留まり、オーディションを経て、翌年デビューが決まった。2014年7月、ヤマハホールで、デビューリサイタルを開催。デビューに際し、ピアノ女神逆輸入から生まれも育ちもフランス、世界的フルート奏者の一人娘、 という見出しで東京中日スポーツの文化欄で掲載された。同年、ソニーミュージックダイレクトより初のソロアルバム、オマージュアドビュッシーをリリース。ヤマハミュージック銀座店の2014年7月の売上ランキング1位獲得、レコード芸術誌で人誌に選出された。2015年には、ジップ、工藤茂則とウィーンの香り。 フルート・ソナタ・シュート、アンコール続けてリリースし、レコード芸術の特選に選ばれる。工藤茂則、F ・アゴスティーニ、原田貞男・貞夫、三瀬村ムラ・森下・幸次、W ・アウアー、J ・エル・ボー・マリエ、C ・アリマーニ、P ・ジェイニッソン、R ・バローのほか、NHK 公共楽団のメンバーと共演。近年は日本での活動が多くなっている。東京や札幌、横浜、大阪、 岐阜浜松、松戸、柏などでソロや室内楽の講演を行っている。2017年8月から独自の音楽館の披露をコンセプトとしたサロンコンサートシリーズセシリアの部屋をサロンランパルで開催している。ピアノ三重奏、四重奏、ピアノ二台などの室内学の奏者としての活躍の場を広げている。海外での活動はフランス国内が最も多い。 ビル WA 上でのリサイタルをはじめ、サンテミリオン音楽祭、メール音楽祭へ参加。工藤茂則のシンガポールやロシア、韓国、台湾、中国で伴奏ピアニストとしてツアーに参加し、中国ではソロリサイタルも行った。ソルフェージ音楽学を8歳から5年間、ML ルミートルに支持。2004年、技術バカロレア F11 を取得。2012年、 フランスのシネマユーグック氏にサイトベルシーで封切りされたブレン・ヤービーエー監督の心理映画耳ミミの日記に友情出演。耳ミミ役。ありがとうございます。